はい、今日のセガチャ、どうもりょうです。まあ今日はちょっと前回ね、メインチャンネルで上げた、なんだっけ、あ、構造変更だの、荷台作り編っていうやつのまあ補足的な感じで撮ってます。で、結局ね、あの穴埋め職人、これね、これ使ったんだけど、コーキングみたいな感じなんだね。若干ね、すいちゃって、まあへこんじゃった感じなんですよ。うん。で、まあ完全に硬化したら、まあベロって取れるんだけど、うん、ちょっとね、なんか上に貼るってなるとこう出ちゃうかなっていう感じで、うん、まあそれを今、隠している最中です。で、一応ね、来週早々、車検持ってくので、まあそれも撮影しますね。うん、まあ通ると思うんだ、問題なく普通に。まあ過去の経験がものを言うじゃねえんだけど、うん、まあ俺もね、何台か通してるから、まあすでにね、よいしょ。で、まあメインの方で、その、ああ、ついちゃったジャンパーに。そのメインの方で、まあコメントくれた方でね、その、まあキャンピングカーなんかも作れるんじゃないですか、なんつうコメントいただきまして。まあいずれね、なんかのタイミングがあれば、まあちょっと挑戦したいかなっていうのは正直あるよね。まあそのうちね、 YouTube 発信でキャンピングカーなんかね、本業の方でも作り始めかもわからん。そうなったら面白いね。どう思います？ね、キャンピングカーも売れてるみたいだからね。ねえ、キャンピングカー市場って今すごいんでしょ。まあ調べてないから分かんないけど、ね、まあかなりの方がそのね、もうキャンピングカーとして登録されてるものを買ったり、まああとはそうだね、自分で DIY で作り変えたりしてる人がまあ多いらしく、うん、まあだから本当にそのね、家族で、まあしょっちゅうキャンプに行くとか、まあ旅行とかもね、まあ使おうと思えば正直使えると思うし、うん、まあ1台持ってて損はないよね。うん、まあ、ただ普段のその実用性って考えるとまあ結構難しいけど、まあ多分そういう人はセカンドカー的なのあるだろうからね、いいと思いますよ。お、いい感じいい感じ。そう、ただね、ちょっと微妙なラインがあって、その前回つけた長板がね、何8ミリぐらい出ちゃってんのか、表にポコッと。だ、そこがね、まあ突っ込まれなければいいかなっていう感じです、正直ね。うん、まあ多分問題ないとは思うんだけど、どうだろうね。まあそういった続きはね、
メインチャンネルを見ていただければいいかなと思います。YouTube を始めたいって子がまた増えてるみたいで、まあ、なかなかそういったね質問に答えてくれる人も少ないそうで、まあ、このね動画を始める関係のネタは結構定期的に撮ってんだけどね、動画は。まあ、やっぱあれなんかな、登録者が上位の人が言った方のが多分こう信憑性があるんだろうね。まあただあとはどこを目指すかだと思うんだけど、よいしょ。まあどうせやるなら大台まずは10万人俺も行きたいね。このコアなチャンネルでね登録者を増やそうとするとなかなか面白いことしないと。まあ今後の課題だね、このチャンネルのね。まあとか言いつつも楽しくやりますよ。はい、まあこんな感じです。はい。はい。よいしょ。こんな感じだね。まあまあまあ、大体平らでしょ。で、まあ問題の評判がこれ。結構出てんだよ、ここはね。まあこの辺がどう引っかかるか、かな。まあ最悪ね、これダメだったら、中に埋め込んじゃおうかなとか思ってんだけど。どうしようかな。これを突破して、この中に、ああちょっとやってみよう。はい、まあということでちょっと今回のね、動画もこんな感じになりましたが、はい、まあこんな感じになりましたが、まあ、またメインで、今何本か編集してるんで、お楽しみに。まあじゃあこんな感じで終わります。